お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのねキョスケロイジュやっていきたいなと思います。新シーズンになったんですけども、今シーズンもなんとね環境は変わりません。なんか修正ね入るって言われてたのに急遽ね、調整何もしないよというねお話が出ましたので、まあ、今シーズンもこうロイジャイが強かったり、まあ新鋭対ロイフグだとか、まあ、あとウォールブレイカーがね強いといった環境がね続くんじゃないかなと思います。というわけで、キャスケロイジャイのザッピーですね、ザッピーがコウモリになったこちらの方を今日やっていこうかなと思います。いやキョロイマジでいろんな方がありすぎて、コウモリの枠エレスピだったり、まあ、ファイボクウェイク、ウッドロリボバだったり、なんかそんな形もね、あるんですよ。なんならキョスケいらないって人は、キョスケの枠 LSP にして、スケ LSP コウモリの、まあ、高回転ロイジェイとかも、まあ、できたりしますね。だからキョスケロイジェイがね、結構一番やっぱこう、使いやすいというか、ウォールブレイカーとか、もうまあ僕好きなんですけど、むずいんですよね。マジで、めちゃくちゃむずい。キョロイはなんかね、こう、しっかりキョスケロイジェイの形作ったり、あとはキョスケハンター、の形を作って逆サイドにロイジェイをね出すっていうのも結構強いです。まあ、これ多分他のデッキの戦術とかでも使える話なんですけど、例えばなんだろうな、まあ、ジャイとか、まあ、ゴレとかもなのかな、こう片サイド片サイドで形を作るデッキだとしても、まあ、このキョスケロイジェイで話をすると、キョスケの後ろにロイジェイをつけるのが当たり前でしょっていうのがまあこうあるとしても、はつけないんですよね。キョスケプラス、まあ、もう一枚ユニットで攻めて、まあハンターとか、まあ、キョスケハンターで攻めてその逆サイドにロイジェイを出すっていうのが結構ね大事になってきます。そうすると、意外と今まで勝てなかった相手とかにも勝てるようになったりします。まあ、それが、アイスウィズ系の、まあ、遅延デッキ、範囲攻撃でね、一掃されてしまうデッキとかも、そういう立ち回りすることによって戦えるのもあったり、まあ、あとはロケットでね、まとめて縛かれたりっていうのとかも、それをするだけでちょっと戦えるようになったりもするので、結構ね、形を組むのも大事なんですけど、逆サイドに攻めるっていうのも、皆さんね意識してみると、今まで全然勝てなかったのにめちゃくちゃ勝てるんだけどっていうのとかもあるかもしれません。はい、まあ、その中でやっていきます。でちょっとねデッキ紹介だけだと、まああと同じようなデッキやんってなっちゃうので、ちょっとねいろいろ負けたらアカウント削除っていう企画もやっててちょっと終わっちゃったりしたので、今度はねタワーレベル一動とかタワーレベル10で展開かな、なんか9で展開いこうかなって思ってたんですけど、なんかタワーレベル10で展開行ったことあるのが世界で2人しかいないらしくて、タワーレベル9でユニレバーはもちろんほぼ関数付近ですよけど、タワーレベル9で上位行ってるのはもう6300とかが限度らしくて、多分鬼きついらしいんですよ。それからタワーレベル9で展開多分ヤンキーだなと思って初めやろうと思ったんですけどね、鬼むずいっぽいので、ちょっとタワーレベね、まあ10で展開目指すだったり、ちょっとその辺もねやれたらいいかなとは思ってます。さあここはまあ守る、こう雪玉が飛んでこない、今ね雪飛んでほしかったな、あーこれ攻めてもよかったですね。まあまあまあ、なんかねキョスケプラストリトンだったりキョスケプラスハンターの形がね結構強いんですよ。これだけで相手意外と止めにくいので、積極的に、まあ、このキョスケプラスユニットを組んでいって逆サイドにロイだったり、相手が結構コスト使ったなっていうところでロイジェをね飛ばしていく、まあ、そんなイメージですかね。いやーちょっとむずいですね。相手多分ボムタワーがあったですね、施設があるので、あのケツロイジェとかでちょっとペース握っていきたいかな。オッケーオッケーオッケー、そうそうそう、でここはちょっと形が固まっちゃってるんですけども、できることならば逆サイドにねシフトチェンジしたいというか、なぜならこの範囲攻撃で、やっぱ範囲攻撃っていうかボムタワーの範囲攻撃とかでねやられちゃうんでね。さあダメージ入ってるものの、いやでもこれの方が結構入るんじゃないのか。さあボムが壊れる、まあまあまあ、いや流れとしては悪くないですね。で結構チャンスな流れが来てる。ハンターあればバルーンぶっちゃけ守れるんですよ。で、雪玉来たら最悪5打てばいいかなみたいな感じですね。でさ、これは、
さすがに行ってもいいのかなみたいな思うんですけど、まあ、逆あえていきましょうか。クエイクだったらね、逆でいいんですけどね。さあ、このボムがね、厄介ですね。オッケーオッケー。さあ、キョスケが、キョスケが、あれ、入ったくね、入ったくさいっすね。さあ、ファイブ圏内。オーケー。さあ、グッドゲーム。で、今、ファイボだったから、なかなかね、施設突破がむずいんで、ファイボの場合はね、まあ、もしかしたら同サイドもいいかもしれないんですけど、まあ、相手がアイシーズ系だったら今のね、あの、絶対逆サイドの方がいいです。今、あの、動画撮ってるんでね、ごめんなさいね。はい。そう。でも、クエイクの場合は、特にね、今みたいに逆サイ振れば、もうボムタワーに、もうクイック打つだけで突破とかできちゃうので、やっぱこう、形を作るデッキでも、やっぱ逆サイドに攻めるもね、すごい大事になってきますね。まあ、ゴレムートのデッキとか、あるんですけど、最近だと、まあ、意外とね、まあ、マルチ、ゴレの上手い人とかも使ってるんですけど、ゴレプラスメガゴ形組んだら、逆サイドにランバームートで攻めるみたいな。そしたら、まあ、そっちのね、対応にやっぱこう視野がいっちゃうというか、そう、ソロマンだ、よろしく。中国のプロプレイヤーですね。そう、そっちにやっぱ視線がいっちゃうと、さっきみたいに巨隙が入るとか、まあ、そういったこともね、起きやすいので、やっぱ両サイドに攻めるっていうのが、クラロは結構大事かな。なんか高回転デッキだと逆に両サイドに、まあ、攻めるのは当たり前ですけど、攻めすぎたら、なんか両タワー削れて削りきれないとかもあるので、まあ、そこは注意ですけどね。まあ、序盤はいいと思うんですけど、後半はしっかりこう、どっちかに絞っていかないと、削りきれないとかもあると思うので。そう、そんなわけで、相手は街ですね。アイウィズさ、アイウィズはね、さっきの反省というか、さっきの生かして逆サイドですね。さあ、キョスケアイウィズ組んだら、こっちに結構ユニットを割いてくれると思うんですよ。あ、入れちゃいだ。さあ、もう一枚ぐらい割いてほしいけどな。どうなんだろう。まあ、あとは、この巨大スケルトンが爆破するタイミングとかで、おとか思ったんですけど、これゴボリかな？いや、でもトリネ使ったからさ、これトリトンだと引っ張って、いい、いい、いや、トリトン、早く、早く、早く、いいよ、結構入る、結構入るね。しかも僕、コウモリでね、回転が早い分、まあ、ロイで攻めたり、巨助を何回も出せるって感じですね。咲いても、ふざけんなって感じですね。まあ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 。でもライトニングとかあると思うので、そこだけ注意しながらかな。トリトンにライト打たれて、大ダメージ入れられるとかもあると思うので。さあまあ、キョスケ合わせちゃえばいいかな。で、コウモリもでもアイウィズとベビで、なんかこう、マジで働かないじゃないですか、言っちゃえば。まあけど、こうアイウィズを割いた横の位置とか、まあ、トルネを使った後とかに使うのがいいかな。さあ、相手ライトニング使ったので、ここでキング起動。もしかしたらトルネ。オッケーオッケーオッケー。でもトリトンできるだけ遠くに出して、トルネちょっと当たりそうにない位置に出したんでね、今。ちょっとこれ、わざと右に行って、この巨スケを対応させるっていうね。で、巨スケに対応させて、対応させてからの、僕はね、逆かな。なんで？なんで連れてきた？くんな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 。バカバカバカ。あ、でも、キョスケがね、入る。意外とね、キョスケが止まんないってことがね、よくありますね。で、このベビドラは、できるだけ2回受けをしてあげて、ダメージね、抑えます。スケをタワーの横の、今みたいな感じ出すと、2回受けれるんでね。さあ、僕、左狙ってたんですけど、なんかやっぱキョスケって強いっすよね。今みたいに、ね、大ダメージ与えられる。さあ、これはエレジャイ来るで、ワンチャンゴボウリとか置いてきそうだな、高めに。っていうのを警戒しつつ、さあ、ファイブ打って、溶かしていきたいけど、さあ、折れなければ問題ないんだよ、僕は。相手もでも、この、キョスケ受けるのうまいっすね。アイウィズだけで受けられてるってなったら、ちょっと痛いっすね、僕は。うはは、ちょっと怖くなってきたよ。ちょっと怖くなってきたよ。ロイで攻めたらゴボウリがいるって感じかな。ちょっと攻めちゃいますね。攻めてからコスト使わせてハンターとウッドで耐えたい。さすがに相手ライトのコストはないでしょ。オッケーオッケー。相手も今防衛してますね。ちょっとやばいなぁ。ちょっとやばいなぁ。ロイ一発入ったからの、これもう一回ロイ行きたいな。ここでちょっと回転活かしていきます。よし。で、まぁ、トレネあるかな。コウモリはいらない気がする。さあ、おお、相手がやってる。
OKOKOK。 いやこれさてはウッド5ウッド、ウッドからの5ウッドで、あとはもう回転ゲーします。回転ゲーします。 OKOKOK。 回転で逃げ切って OK。 危ねえ、危な、ちょっと負けそうだったなちょっとだけね。まあまあまあ、序盤にキング起動できたのもでかいですし、まあ今回みたいな相手だと、まあ意外とね、コウモリの活躍の場が少ないかもしれないんですけど、まあしっかりこう、なんて言うんだろうね、アイスイズとかビビドラの、こう、あの範囲攻撃で無駄死にしないようにね。はい。2コスだから、まあ簡単に死んでもいいかとか、じゃなく、やっぱ1コス2コスもね、あの、本当に世界変えますんで。めちゃくちゃ大事ですからね。はい。大切にね、扱っていきましょう。どういう感じかな、キョロイ。まあ、何だろうね。きついって言われたらちょっとむずいですけど。まあ、なんかこう、ロイジェイデッキのいいところは、端前からロイで、攻めれる。まあ、施設ない相手には、端前ロイ出すだけで、ダメージがね、ほぼ確定で入れられる。で、相手が施設を持ってる時ですね。例えばボムタワーだったり、まあ何か施設を持ってる場合は、やっぱ端前から出すだけだと止められてしまうので、後ろからロイジェイを出して2周目のロイジェイを回すパターンと、まあ今回巨大スケルトンもあるので、巨大スケルトンプラスユニットで攻めて、そこに施設を使わせたらロイジェイだったり、ユニットめちゃくちゃ巻き込めるなって時に、タイミングよく、ロイジェイを出して爆破にね、相手にユニットをとどめておくとかも結構大事になってきますね。でやっぱロイジェイデッキね、立ち回りがこういっぱいあるっていうのがね、こういろんな相手にも戦える強みなんじゃないかなと思います。さあ J です。 J、 まあこれも巨スケハンターで全て守れるし、まあ、最後こうトリトンで引っ張ってしまえばいいんかなと思うんですけど、さこの巨スケプラスてかあれですね、ジャイプラススパーキーがね、意外と巨スケスパーキーに無能なんですよね。うわ、やばい。さあ、今回相手は、ジャイスキラ。ジャイスキラで、あはは、うちのキョスケが全然働かないのがいて。まあ、でも、さすがにここは大丈夫か。オッケー。にゃん!いっちゃった。まあ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 。さあ、キョスケ!ん?じゃあ、それはいや。ジャイスパスキラですね。ジャイスパスキラ。まあ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 。で、あと、マスケコウモリの、ですね。やゆきかな?スキアミの。まあ、となると、巨大スケルトンがね、あんまり働かない?スパーキー、今みたいに出されると、なんかジャイとかゴブジャイで押されて、スパーキーのバカに当たんないっていうのがよくあるんですよね。そう、まあまあまあ、キョスケ、この辺組みつつ、相手ね、スキアミとコウモリしかいないと思うんで、僕が、あれかな?スパーキーいないタイミングで、ロイジェイ出せば結構大ダメージは入ると思うんですよ。入ると思うんですけど、あ、ザッピーなんだ。これちょっと、5打っちゃっていいんじゃない?で、溶かして、いや、ここで、いや、えはーい、微妙な音しちゃった。いや、端前のジャイスキラー、やっすね。一応、ジャイ来た瞬間、トリトン逆サイで引っ張ります。いや、動作組んでくるんですね。ちょっと早めに引っ張っちゃおうかな。で、ちょっと溶かして、みたいな。で、しっかりコウモリと、ウッドだけ構えてね。ヤナム打たれたら。ヤナムじゃ雪打たれたらも一緒か。からのっすね。いや、キョスケがあっちに行ってほしいな。ちょっと一回待ちますね。ちょっとタイミングをね、しっかり見ていきます。見極めます。で、トリトンで引っ張る。溶かす。で、しっかり打たせる。うん、待って。なんか、さあ、耐えましょう。耐えましょう。いや、トリトンが引っ張る。オッケーオッケーオッケー。耐える?で、これいっていいんじゃない?これいっていいんじゃない?で、ちょっとスケルトン部隊とかいろいろ警戒して、あー、ファイブ欲しかったか。ハンター出したんですけど。まあ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 。いや、頑張れている。いや、なんならこそ、これ。ユニット止まらんくねみたいな。で、雪玉が?雪玉が?いや、来た。いや、でもこれ、地味に。地味キツ、地味キツ、地味キツ。オッケーオッケーオッケー。トリトンが走る。で、ザッピーでしたね、さっき。ザッピーに5を。ザッピーに5を。で、スケルトン部隊がたまたま来たらラッキー。マスケに当てつつね。オッケー。残っちゃったんですけど。オッケーオッケーオッケー。いや、これは、あともう一応ウッドとかその辺圏内なので、回して、回して、回して、5?
オーケー。さあ、グッドゲームでございます。今のも、ロイジャイでめっちゃ刺さった場面もあったんですけど、ロイがいなくなった後 の, あのユニットがやっぱ強いですよね。トリトンハンターとか、その辺がやっぱ強いので、もうキョスケトリトンハンターの形を作るっていうのをね、第一に考えるだけで戦えるんじゃないかなと思います。キョスケの後ろにすぐロイジャイね、出したいんですけど出さないのが強いんですよね、意外と。そこで相手にコストを使わせる。やっぱこうデッキによってはロイジャイを止めるカードがペッカしかないとか、やっぱミニペッカしかないとか、やっぱそういうロイジャイを主軸を止めるキーカードがやっぱあるんです。相手も1枚か2枚、それをロイジャイに当てさせるんではなく、キョスケに当てさせることによってロイジャイがね、大ダメージいけるよっていうのがこのキョロイのね、強みですかね。よろしく。さあ、ヤリゴブリンとくれば、もうここ最近ね、超流行りウォールブレイカーの可能性があります。いや、もう確定でしょこんなメガナイトコカツとかの可能性がないこともないんですけど、さあ、ウォールブレイカーデッキってコウモリきついと思うんですよ、5ウッド型だったら。これだけで相手結構グッドゲームだと思うんですけどね。なんならウッドじゃない、5ウッドやりこぶりね、ウッド打てばもうこれだけで。さあ、コウモリが、この後のコウモリがパーティーします。オッケー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 。相手のいいウォールブレイカーが来ちゃった。やっぱ一発入りそう。2一発。まあ。さあ、これのね、強いのはコウモリですね、今回。今回僕で大活躍するのはコウモリかな。マジでコウモリ出すだけで相手5ウッドかポイズンウッドだと思うので、無双しますね。じゃあ相手はじゃあ僕のコウモリをどうやって対処してくるのってところで、まあ、ヤリゴブリン、またはコウモリ同士、またはファイボ、またはまあボムタワーの爆破なので、まあどれをとってもきついよね。まあ、ヤリゴブリンに積極的にウッド打っていきたいかなっていう。さあ、で、あとはまあこっち相手が攻めてきてるんで、まあディガー拾えるし、まあトリトンから入って、まあキョスケ封鎖してね、はい、これですね。キョスケトリトン組んで、ここに相手にね、コスト使わせます。で、多分、ファイボ打ってきそうだけどな、コウモリ系には。ああ、打ってきますね。逆に僕は、僕のコウモリに5打たれると、相手のこのコウモリがね、厄介っていう。こういうのちょっと嫌ですよね。よいしょ。の、両者コウモリがね、刺さるデッキになってますね。いや、僕左攻めたいんですけど、まあ、このデッキは結構ディガー拾える系のデッキなので、一旦は受けから入りたいですよね。で、これだけだとちょっと足りないんで、コウモリも出して、待って、今のあの事故、今のはもうしょうがないですね。コウモリ残ると思ってたんで。さあ、でここちょっと延命してあげよう。で、ディガーが飛んでくんのかな、どうだろう。コウモリやだな、マジで。コウモリが今回めっちゃ強い。で、ああ、これも反対読みかな。あ、でもキョスケが、はい、惜しい。いや、こうなってくると、ちょっと行きたくなるっすよね、だんだん。これ今、右側もプレッシャーかかってて、左側もちょっとプレッシャーかけちゃいます。よしよし。いや、このコウモリがマジで強い。で、相手はでもやっぱこれに過剰防衛するしかなくて、みたいな感じですね、今んとこ。さあ、とりあえず耐える。ちょっと痛いので、耐えます。ふう、まあ僕は両サイ削ってるから、ワンチャンあるかなって感じかな。ウォールブレイカー来そうだな。ファイボか？ワンチャンファイボ飛んでくる？さあ、飛んできた。ファイボ使ったぞ。このキョスケハンターどう守る？で、いや、綺麗に守られるな。やっぱボムをちょっと使ってほしいんですけどね。やばい、これファイボ、ウッドファイボ打っとけんないよ。やばい。やばい、相手やー、意外にしまった。最悪だ。最初にね、超大量リードをしたにもかかわらず大逆転されてしまう。これの、ボムをね、突破するためのクエイクもね、まああるっていう感じですかね。今のもね、僕がなんかあれかな、勝てないこともなかったですね、絶対はい、まあなんかそんなわけで、結構キョスケプラスユニットで形を組んでからのロイジェがね、強いんでね、形固めすぎると範囲でやられちゃうので、まあ、相手にウィザードとかこうバルキリーとか、
結構範囲攻撃が多いなっていう時はなんかキョロイで組むんじゃなくてキョスケユニットと逆サイロイジャイっていうのを意識すると結構いいかもしれませんというわけで、ぜひ皆さんこのキョロイも使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。